はいどうも、さっきの火のボックス紹介をした後なんですけど、ちょっとねこちらネクサスの方でレッドスターズ今やってるんで、まあ火のボックス紹介したんで、こちら今ね合計オーブ43個あるんで8回引きます。はい、シングルで8回引きます。さあ引っ張れ、いきます。中は全部金ではないです。さあ何が出る。おっとリービーか。まあなんか1体星5が出ればいいなぐらいな感じです。2回目、はい、中は、ああ全部金じゃないですね。はい、さあ何が出るのか。はい、ん、おお、おいいね。なんだっけ、ブラフマ、あーブラフマか。ブラフマーって使える、使えるやつこいつって、ちょっとわかんない。でも星5じゃん。ちょっと待って、ブラフマーっていいやつ、ちょっと忘れたんですけど、超爆発と貴族性耐性、貴族性耐性と、あー微妙かな。貴族性耐性、進化だと貴族性耐性だけで、神化だと貴族性耐性と何かがつく。まあまあまあ、微妙か、微妙かな、微妙。まあでも、まあよしとしましょう。で、そういえば忘れてたんですけど、前回の、こちらでもうね、引いたんですよ、あの、星5確定ガチャ。星5確定ガチャでエクリプス出ました。まあまあ、微妙な感じですね。そんな、イザナギに使えますかみたいな感じです。はい。行きましょう。ランスロット X とか出たらいいね。はい。行きましょう。はい、3回目。2回目でもう星5出ちゃったからね、意外だね。このね端末は星5率いいですよ。ああ、はいはいはい、アスモデウスね。はい、アスモデウス。はい、何回目だ。4回目、いきましょう。ストライクショット、いきましょう。来い、出ろ。うわー、あ来るか。まあ、マクビー。マクビー。初めて知ったよ、こんなやつ。マジか、そのままだったよね。はい、行きましょう。はい。来い。さあ、出るのか。星5。はい、フェニックス。はい。6回目かな。来い、ストライクショット。はい、さあ何が出るのか。はい、なんだっけ、忘れた。プレイヤー、プレイヤーですね。あと2回です。6回引いたんで7回目、来い、金、全部金、あー全部金じゃない。来い、ストライクショット。さあ何が出るのか、何が出るのか。全然出ないね。ブラフマ、マーリック、ラストいきましょう。来い、確定だ。いきましょう。はい、さあ、さあ何が出るのか。うわー、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 きついわ。ロダンズウォール、誰だよこいつ。このやつ使ってるやついない。だったらまだ降臨系の方が強いっていうね。はい、今回出たのはブラフマーかな。一応当たりはブラフマーは当たりです。こいつ使えるやつだったっけな、ちょっとあんま覚えてないんだよね。でこのね端末ほんとね星5率がいいんですよね。まあガチャたくさん引いてるからかもしんないんですけど、めっちゃ星5いっぱい出てるんですよ。まず武田信玄出てます。武田信玄ね。で次、まあ今回のブラフマーと、ブラフマーで、その後がなんとね、まあ水の遊園の時に地味にこいつ当ててました。ツイッターで見せたんですけど、徳川じゃなくて、上杉謙信出てます。まだ進化とか全然させてないですからね。
で、お次が、ガリバー。ガリバーも持ってます。結構出てるんだよね、何気に。あ、ガリバー進化させてるわ、そういえば。ガリバー進化させました。で、お次が、スピカ。スピカも持ってます。なんか微妙な感じのキャラ多いんですけど、まあでも保守率は高い。はい。ガチャのね。はい。次、モーツァルト持ってます。まあ大黒天とかにもね、神化させれば使えると思います。で、ルシファー、神化させてます。まあタスカンとかしてないんですけど、まだ全然なんですけどね。あんまりプレイしてないんで、こっちの端末で。まあでも、ルシファーも持ってますと。あとちょっとでタスカンなんですけどね。タスカンさせなきゃもうね、意味ないですから、ルシファー。ルシファー、タスカン当たり前だからね、普通は。はい、ハーメルン。はい。ハーメルンですね。はい。次。エクリプスド。めっちゃ持ってるんですよね。何気に星5。何体いるんだろう ?1、2、3、4、5、6、7、8、9。9体。ランク18でもう星5、9体持ってますから。やばいね。めっちゃ持ってるよね。結構あるよね。はい。まあそんな感じで、今回はこちらネクサス7で、10連。10連じゃない、8連。レッドスターズ。こちら、ね、8連引いてみたという動画でした。まあ、これボックス紹介とね、別の動画に多分します。さっき続きで出そうと思ったんですけど、まあ、こんな感じで、皆様、ぜひぜひ、レッドスターズ引いてみるといいと思います。ブラフマー出ますよ。いらないか。ということで、まあ、こんな感じで、この動画がいいと思った方は高評価よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、以上、たくみでした。ではね。